っぱりその言ったみたいに多分ちょっと人よりも絵が上手やったんで、こんにちは、シェロディです。イキフンワークスとコモレビのですね、ポップアップに来てます。俺に指打ってた今、はい、イキフンワークスっていうのはこの僕が今してるマスクのブランドです。ノーシェムレコーズの、ロゴとか僕の、シェロディのロゴとか作ってくれたりしてるね、ゴッペがやってるやつですね、ブランドですね。この2人がね、はい、アイラブ君とイキフンワークスのデザイナーのゴッペです。コモレカフェの方で、ポップアップを、ね、開いたということでね、はいはい、さっき僕も、ね、あの特製のカレーをね今日出してたんですね。いつもいろんなカレーがあるんですけれども、その中で今日はイキフン特別のやつがあったのでそれ食べさせてもらいましたけども、まあ、カレー美味しいです。本当にあのカフェやけどカレーがすごいあれなのかな、人気なのかな、なんかフードでは、うん、でお酒も飲めるんで、まあ、皆さんね、ここは千里ヶ丘、千里丘にあるのでね、ぜひあの下の方に概要欄に貼っておきますんでね、チェックしてきてみてください。これがポップアップのやつね、はい、うん、これね、まあ、今日はね、21日、最終日に来たんですけれども、2日間のポップアップがありました。ちょっとね事後の報告になるのであれなんですけれども、イキフンワークスは、普段ネット販売をねしてますね。オンラインでやってます。オンラインで、はい、はい、服を売ってます。まあ、ちょっとね、後で服も、こちらの方に移すんですけれども、いろんな、アイテムがあります。結構ね、日本っぽいというか何やろね、和テイスト、どういう、こういう、なんか癖強めのちょっと変な服今のまさに癖になる、癖になる粋なストリートなるほど、パクチーみたいな感じ好きな人好きみたいな、まあ確かに癖のある、癖になるっていうコンセプトで、ね、やってるっていう、ところなんですけども、アーティストやったらケント、はい、あの黒子のケントが、よく DV で来てますね。あの前のあれかな、How We Do でも、How We Do、 黒子の How We Do でもケントが来てたりしてましたね。はい、あと、僕のね、あの MV でニュークローズっていうのがあって、あれはイキフンワークスのポップアップ、テイクエムのやってる PTSD とのコラボでね、出てたとありましたけども、あれで、一緒にやってたりとかみたいな、そういうね、ブランドです。チェックしてみてください。よろしくお願いしますということで、はい、じゃあちょっと服見てってもいいですか。はい、お願いします。こちら、今日のポップアップのあれですね、リミテッドの T シャツですね。こんなんとかあったりします。なんか色使いがね結構ね絶妙なところがね、イキフンワークスのなんかぽいところですよね。これはまあ某トラックの某自動車メーカーのあれかな、サンプリングのっていうのがあったりします。かわいいですよね、こういう T シャツがあったりとか。あとは、この辺りが、ですね、長袖、あとスウェット、フーディーとかになります。ここに書いてるんですけど、まあ、ブランドのスローガン、アディクティブ、絶妙ニュアンス、ね、そういうメッセージが入ってるやつとかあります。キャップとかもあります。キャップも、こっちは漢字のレタリングのやつ。で、こっちが、ローマ字ですね、ローマ字と英語のやつですとかいろいろあったりします。で、もともとそのイキフンワークスが結構みんな着られるようになったのがこの北雪っていうシリーズなんですね。これ見たことあると多分ね、関西の現場行ったらたまに着てる人いるんでね、見たことある人いるかもしれないですけど、これが結構ね、一番最初あのイキフンワークスっぽいっていう象徴だったアイテムですね。で、あと、こういうね、リミックスというか、あの古着に、いろんなこういった、プリントをしてですね、細工してっていうので、作ってるシリーズもあります。こんなんとかすごく面白いですよね。ね、こうワークシャツにこういうプリントを施したりとかして、
っていうシリーズだったりします。ちょっとね、僕のカメラじゃね、これ iPhone なんで、あんまりちょっと映り分かりにくいと思うんですけど、公式サイトの方でね、EC サイトがありますんで、そちらの方でもね、チェックできると思うんで、ぜひ見てみてください。じゃあちょっとケントに会いに行こうかな。よいしょ。ぶつかるなんてうっすら思ってるから、ほんまにバチンってぶつかって。ケントです。でその下にドーンって、あ、こんにちは。黒子ケントです。バチンって下落ちて、であのほんまに気絶して今日で、僕たちの友達ダッチンです。その男マジでダッチンは多分あれかな、知ってる人知ってるね、多分ね。まあそう、何出てたっけ、MV で。俺のやつ、エアマックス絶対よね。あれっすわ、ジャンソーで撮ったやつ。あー、タバコについてのメインキャラというか、もうほんまに一番強いキャラだろうな、あの麻雀。うん、タバコについてや。それっきりやな、ね、久しぶりのダッチンで。はい、ということで、イキフンワークスのね、話をね、今、させてもらってたんですけれども、このね、今来てる木漏れ日カフェさん、木漏れ日カフェさんも、ほんまにめちゃくちゃ雰囲気のいいところです。今ね、ちょっとお客さんがたくさんいるんで、あんまり映せないんですけれども、こんな感じのテラスがあったりとか、中でもね、カウンターがあったり、テーブル席がいっぱいあったりして、すごく雰囲気のいいところですんで、ぜひね、皆さん、占領下に来た際にはね、立ち寄ってみていただいたと思います。駅からも結構近いですので、ぜひぜひ。メニューも結構いろいろあって、カレーとか、あと、そうですね、スイーツ的なものありますし、あとコーヒー、カフェなんでコーヒーももちろんあるというところでね、寄ってみていただけたらというところですね。キーマカレーとか結構美味しいそうで、よくね、出てるみたいですね。今日はね、ファミリーもたくさん来てるんでね、お子さんの声もしますが、結構若い子も多いですね。うん、なんか、うん、1人とか2人とかで来てる人もいれば、団体で来てる人もいてっていう感じです。席数はかなりあるんで、めちゃくちゃチルできると思います。このね、テラスがあったりとか、あとまあその、これ内側のテラスなんですね、それでね、なんか中にある、店舗に入ってから一番奥にある庭みたいなところなんですよ。だから結構ね、なんかこういう感じなんですよね。あれ、奥行きがあるお店ですね。外観というか、まあこれ本当の外観じゃないんですけど、内側のそのテラスから見た外観、これ。まあ、実際の外観はね、もっと、カフェっぽい感じの外観です。看板もちゃんと出てるんで、アクセスもね、下の方に書いておきますんで、ぜひ見てみてください。イケンワークスはすごく長いことを、昔から、知っているというか、そういう知り合いの、ゴッペというね、デザイナーがやってるブランドなんですけれども、まあ、さっき言ってた僕のそのロゴデザインとかもそうですし、いろんなものに携わってます。例えば黒子の、オーバーナイトのジャケットも、黒子が手掛け、黒子じゃない、ゴッペが手掛けたりとかしててっていうのでね、うん、あとまあそうですね、僕もファーストアルバムそうですし、あとニュークローズの時もその PV に出てくる文字とかっていうのをデザインしてもらったりとか、細かいところね、ちょこ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 、ゴッペの手を借りてます。まあ、デザイナーってね、本当にすごいなと思うんですよ。ほんまにもうゼロから作るっていうのはなかなか難しいし、しかもね、絵心がいるというか、なんかやっぱりデザイナーの人ってそういうね、センスが絶対試されるとこじゃないですか。だからそういう意味ではね、僕はイラストとか描けないし、デザインとかもできないんで、そういうのが必要な時はこうすごい頼ってますねっていうようなね、はい、仲間ですね。ということで今日はね、木漏れ日カフェから、お送りしたんですけれども、またね、気になった方は、ぜひ訪れてみてください。あと、ゴッペの方のね、キフンワークスも、訪れてみてください。サイトがあるんでね、そちらの方見てみてください。セールになってどやすいアイテムとかもあったりするんで、まずはそこからでも大丈夫だと思いますし、かっこいいなこれと思ったらね、ぜひ、チェックしてみていただけたらと思います。ということで、シェルディでした。なんか
Vlog っぽいねこれ。めっちゃ声聞こえてるかな今日ちゃんと。なんかもしかしたら俺の声あんま聞こえてないかもしれないけど、まあ大丈夫でしょう。ということでこの辺にしておきます。ではまた明日。